こんにちは、たまちゃんです。さて本日は、ラストエポックの紹介を行います。こちら、パスオブエグザイル、グリムドーンに続く、三大ディアブロライク候補の一作品です。もう5年という早期アクセス期間を経て、ついに正式版になりました。しかし初日、ちょっとした炎上が起きているということで、そちらを紹介しつつ、正式版では何が変わったのか、実際に見ていきましょう。で、ラストエポックは、世の紹介を見ると、ディアブロ4とパスオブエグザイルの間くらいのシステムの複雑さと言われています。まあ、ディアブロ4はシンプルでカジュアル層向け、パスオブエグザイルは複雑でコアユーザー向け、この2つの間くらいです。で、特徴は戦利品のフィルタリングシステムとクラフトの2つがまず挙げられます。フィルタ設定は痒いところまで手が届くというものです。の大量にドロップする戦利品を自分が欲しいもののみ表示するようにできます。で、クラフトは素材を用いて装備品に好きな属性を結構細かく付けられます。ディアブロ4に簡易的なリロール機能がありますが、それがもっと複雑になった形です。あとは一つ一つのスキルに独自のスキルツリーがあります。もうスキルの性質を細かく変えることができます。それとは別にパッシブツリーもあり、上級職というものもあります。以上から一つのクラスだけでも無限の構成を作ることができるわけです。なので装備掘りだけではなく、育成もとても面白いです。で、正式版初日ですが、ちょっと炎上が起きています。まあ話題作ということで、今までにない、かつてない人数、15万人が同時にゲームに接続しました。で、それによってサーバーがパンクしてしまい、繋がらず、もうSteamで低評価爆撃が起きました。こちら現在こんな感じですね。この一番右、ここが発売日です。マイナスレビューがね、ここでドーンとなっちゃってますね。でも開発者の人はもうすごい悲しいと発言されています。もう低評価爆撃で全体の評価が下がってしまって、で、そのまま評判が戻らない作品も過去たくさん見てきたとも言っています。で、この正式版に合わせてもうアクセスが集中しても問題ないように、もう今までずっとね、もう万全にテストを続けてきたわけです。しかしそれでもアクセス障害が起きてしまいました。まあ、AAA のディアブロ4ですら初日は何時間待ちか発生しましたからね。もうサーバーが繋がらないのはどんなゲームでも起きるので、それで低評価はやめようという呼びかけもあります。もう作っている側からするととんでもない負担でしょうからね。ただそれでもこのね、高評価すごい多いです。オンラインで遊べないにもかかわらずです。もう純粋にゲーム性で判断されてるわけです。すると今まで早期アクセスでレビューしていなかった人の多くが今回正式版でポジティブレビューを行ったのでしょう。で、低評価をする人の中にはあくまで現段階ではオンラインで遊べないから他人にお勧めできないという理由でそうしていると発言している人もいます。まあなのでね、現状まだ好評がすごい多いので正常につながるようになれば低評価は一気に減るんじゃないですかね。では次、ラストエポック正式版に伴いどう変わったのか新機能を見てみます。こちら一番大きいのはアイテム派閥、まあアイテムファクションっていうものですね。これ何かというと、他のプレイヤーとトレードをするかどうか選択できるというシステムです。さらにトレードによる成長要素も設けたというものです。まあ、ハクスラゲーではトレードあり派とない派が真っ二つに分かれます。で、ラストエポックでもアンケートを取ったところ50対50に分かれたそうです。もうトレードがあるからハクスラゲーは好きだという人と、他人からアイテムを変えてしまったら自分で掘る楽しみが失われるという大きく二つに分かれるわけです。で、その両者を同時にある程度満足してもらえる
そんなシステムがこのファクションズのようです。で、勢力は2つ用意されていて、左が NPC 相手にトレードするそうで、で、右が他プレイヤー相手にトレードとなるようです。で、トレードすればするほど貢献度みたいな数値が上がって、このバフを得られるようですね。で、さらにこのシステムでは予言システム、まあ、なんかグリムドーンの星座システムみたいなものが追加されました。まあ、先ほどの貢献度、それを用いて星座を解放できるようです。まあ、これらにより特定のアイテムドロップを増やすみたいなことが可能のようです。で、この予言にはさらにレンズというものをはめて絞り込めるともあります。まあ、これだけでもね、相当凝ったシステムになっていそうです。で、このファクションズに関しては実際にプレイして把握したいところですが、結構後半に行かないと体験できないようです。まあ、またいずれ機会があれば動画にしたいと思います。で、それ以外としては完全なオフラインモードも実装されています。まあ、昔のディアブロ2が好きだった人はオフラインモードがないと荒らす人がいます。今回のようにサーバーに繋がらない問題が出ると、それ見たことかとマウントを取ってくるわけです。で、ラストエポックはその声に応え、オフラインモードを用意しました。もう正式版初日は接続障害が起きましたが、オフラインモードがありますとアナウンスしています。で、これオフラインでもシーズンが遊べます。他の人とはトレードはできないでしょうが、まあ、まずはオフラインで様子を見るのも良いかもしれません。あとはグラフィックス面が大幅に向上しました。こちらですね。同じステージでも、もういろんな景観で楽しむことができるようになってます。で、序盤のマップも結構変わっていて、今までとはびっくりするくらい色鮮やかだったり重厚になっています。これはこの後のプレイでお見せします。というわけで、ラストエポック正式版の序盤システムをギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。さあ、オンラインで遊べるかな。旧町が7872。これは無理だな。こりゃどんぐらいかかるんだ。よし、オフラインで遊ぼう。で、オフラインでもシーズンが遊べるという話ですね。このサイクルがシーズンとのことですが、キャラクターは5名。一番左はセンチネル、こちらが上級クラスですね。全員実装されたのかな。上級クラスは今回の正式版で、多分そうだね。これはローグ、あと弓も使える。真ん中は魔法使いですよね。うん、そうだね。で、こいつがドルイド系で、そして右がネクロマンサー。じゃあドルイド、脳筋キャラでいくか。チャレンジってありますね。これなんだ？ソロキャラクターファウンド？これはパーティー組まないみたいな話かな？完全に一人で遊ぶというモードですね。これ選んだ場合は取引が完全になくなるという扱いでいいのかな？ SCF って書いてありますね。さあ、始まりましたね。で、音がしないな。で、ゲームパッドも完全対応とありますね。しかし、見た目、また上がってますか？なんか、トゥーンチックになったかな。もうちょいなんかリアル調でしたよね。この草の感じとか。あ、なんか敵がやってきた。急に。さあ、まずは殴っていこう。音がしないな、やっぱり。どうした？設定を見ようか。で、このオフライン版は完全にゲームの停止になる。エスケープで。うん、オンラインとは違ってね。で、オフライン版はできないこともあると聞きましたね。なんかコスメティックは装備できないみたいに、もう聞きましたが、どうだ？あ、ちょっといろいろ押してみましたが、仲間召喚しましたね、狼。まあいいや、まず進めてみるか。どうだ、私は、このラストエポックのね、一番初めに発売されたのを購入組ですが、2019年5月。その人向けになんか特典がないのかな？まあ本来は、2020年あたりにリリースされる予定だったんですよね。それが5年という月日を立てて、めちゃめちゃ面白くなったわけです。で、価格も、もっと安くなるはずだったんですよね。3900円くらいでしたっけ、定価は。しかし、安売りもなくなったんですよね。この長い開発期間によって。
まあ唯一残念な点があるとすれば、日本語訳がありません。だからストーリーは全くわからない。なんかクロノトリガーみたいな話だとね、言われてます。で、マップオーバーレイ、切り替え可能ですね。ミニマップかオーバーレイか。まあここら辺は抜かりありませんね。ディアブロ2好きの人には、オーバーレイがないというだけでね、荒らす人がいますから。ディアブロ4もそれで叩かれてました、ね。ギフト、ギフトシステムみたいなのもあると聞きましたね。まあ本来はパーティーを組んで、で、その仲間同士ならば簡単にトレードはね、可能になってるんですけれど。それ以外でも仲のいい人にアイテムをあげるみたいな、そういうシステムあるっぽいです。ブレッシングに、あとこっちは解放されてませんね。で、トランスモグ。コスメティックはまだだね。オフラインは無理かなぽい感じはするね。完全にグレー状態になってる。あとファクションこれか。今回の新しい。どちらかに参加するという話ですが。いきなりこれ参加できんの？これが貢献度でしょうね。上がれば上がるほど、このランクが上がって、バフがついていく。貢献度上げるには、やはり物の売り買いが必要なんですかね。まだ参加できないのかな？まあ、初めは、どんどんレベル上げていこう。この背景を楽しみながら。このダイヤルホイール。これでインベントリ開けますね。で、スキルポイント1ポイント入手してますね。パッシブかな？パッシブ。これに一つ割り振れる。現在はこのクラスですね。で、上級職3つ。そのうちどれかを選ぶことになりますが、選んだもの以外のパッシブツリーも多少上げられます。まあ、ほんと構成は無限大ですね。じゃあ、狼系を鍛えてみようかな。これを鍛えると、1段階進みましたね。ちょっとグリムドン風ですね。で、ここまで行くと、特殊なスキルが取れます。さあ、どうした？スロットがアンロックされて、新たな技を覚えた。4レベルになったので、この一つ目、これがアンロックされましたね。ここに使ってるスキルを割り当てることで、このスキル独自のスキルツリー、まあスキルの強化が可能です。で、このスキルを使えば使うほど、使うというか身につけてると経験値が溜まって、で、ポイントを割り振れるようになりますね。じゃあ狼を鍛えていきましょう。まだ鍛えられないかな。1ポイント割り振れますね。まずは4つどれか選ぶ。サベージハンター。これは狼が、よりダメージ与える。こっちは体力が増える。で、オンザハント、アタックスピードが上がる。これ良さそうだね。移動速度も上がる。で、これ回避能力アップですね。じゃあ、速度上げてもらおう。アタックスピード、プラス 8%、5まで割り振れる。で、ここ小さい点が4つありますが、これ4ポイント割り振れば、こっちに行けるというものですね。これだけでも、むちゃくちゃ面白いよね。スキルの独自の強化。キャンプも随分変わってるね。以前は結構なんか質素な、ほんとアセットをね、組み合わせたような場所でしたが。街になってるね、完全にね。田んぼ棚もできてるよ。これは全体マップ。で、これがなんか時代を行き来するみたいな。そんな感じですね。ああ、敵もなんか、草花の敵だ。まあ以前もいたかどうかわかりませんが。このマップに合ってますね。いや、ほんとにマップが新しいから。新鮮だね。まだ今までのね、その、5年間変わらなかったマップを、まだ繰り返すのかと思いました。全然そんなことはなかった。あと、正式版に合わせて、なんか難易度上げたという話ですね。今ではちょっと簡単すぎたため。で、このゲームは、多分そのクラフトがあるからね、必ずしも、そのレジェンダリーの方が良いとか、そんなことはないゲームデザインになっていたはずですね。そう、シャードが出ましたね。これはクラフト用の素材かな？クラフトパネルを開けと言われてるけど。F でオープン。出ましたね。クラフトパネル。現状のこれだけでできるのか。お、この指輪にはなんか設定できそうだね。インテリジェンスアップ、もしくは、どっちレーティング。これできませんね。プレフィックス。この素材はプレフィックス用だから。これは設定できますと。さあ、設定したらこうなったけど、お試しでやってみようか。T1、T1。アドアフィックス。この能力がつくの？インテリジェンスアップでいいのかな？はい、やってみた。どうだ？つきましたね。プラス1、インテリジェンス。まあ、こんな感じだね。で、フォージングポテンシャルというのが装備品についていて、コスト1？この指輪のフォージングポテンシャルは17ですね。
回数が決まってんのか。これでクリアして報酬パッシブポイントに経験値かな、レベル上げましょう。さあここまで上げて残り1ポイント。技を覚えましたね。エトラズブレッシング、味方も回復できるのかな。これはミニオン4秒間サイズが上がる、体が大きくなるの、ダメージも上がる。これ良さそうだな。ああ大きくなった、本当に1段階かな。結構すぐ小さくなりますね。さあレベルアップして2つ目のスキル設定が可能になりましたね。じゃあこれにしようかな。味方強化用スキル、これはどんな強化ができるんだ。いやー夢が広がりますね。ヒーリング効果が増える、耐性が増える、これは移動速度、アタック速度、キャストスピードが増える。これは良さそうだな。まあ序盤は防御力は気にせずに、ね、攻撃力特化にするのが良いでしょう。フィルター設定も確認しましょうか。以前はオプションからできた感じがしましたが、セッティングのゲームプレイにありますね。マネージルートフィルター。ここで細かく設定できますと。相当マニアックな設定ができるっぽいですけどね。ニューフィルターを作る。テストでいいかな?で、ここにルールを設定すると。コンディション。ああ、コンディション。はじめはこれ難しいな、これ。どうすればいいのかとか。何を隠すか、何を表示するかみたいな、これ設定かな。下手に失敗するとね、何にも表示されないなんてことになるかもしれない。アフィックス、ミニオンで調べてみよう。ミニオン。ダメージタイプにもミニオンってあんの?おお、ダメージタイプにミニオンのあれこれが書かれている。うん、これは無理だ。今の私には。さあ、初めての。レジェンダリーかな?この場所で大抵出ますね。以前も動画に撮った時、ここで出たような気がする。レジェンダリーではなく、ユニークか。内容は、攻撃を与えると1秒間、ヘイストチャンス。ヘイストって、速度アップでいいのかな ?30% チャンスか。素材も結構溜まってきたけど、ユニークはクラフトできないんでしたっけ?ああ、ダメだな。ポテンシャルがない。アイドルシステム解放されましたね。パズルのように、これをはめ込むことで、能力がアップする。ミニモンフィジカルダメージ。しかしまだ、ファクション使えないのか。ビジット、オブザーバーまで行く。もしくはバザー。あ、ここにあるな。これじゃないか、ファクション。そうだね。レベル55。まだまだ、後の方っぽいな、これ。ここでクラフトしろと言われてる。ああ、なるほど。この三つは、現在ついている追加効果ですね。これ、現在ミニオンダメージが 16% ティア2。数値がいいから、ティア2なんだね。さあ、マスタリーを選べと出ましたね。上級職。ビーストマスター。これはペット用だろうね、おそらく。召喚の上限が1増えますね。他には、シャーマンは、これ魔法使いでしょう。しかしドルイドと言ったら自分が変身だよね。クマ。わあ、クマにも変身したい。悩ましい。まあ、今回はとりあえずビーストマスターかな。コンファーム。わあ。何かがアンロックされたね。で、パッシブでここから、このビーストマスター、これを上げることができるようになります。その他、2つの上級職、ここまで上げられますね。この鎖の部分まで。サモンスプリガー、この召喚魔法ありますね。こっちを上げて、この召喚を増やしてもいいのかもしれない。さあ、本日はここまでですね。上級職は意外と早く到達できました。まあ、グリムドーンの2つ目のマスタリーほどではありませんが、それに迫るくらい早いです。なので本当に序盤から色々な選択肢があって、育成がとても楽しかったです。まあ今一番熱いディアブロライクということで、ハクスラ好きな方はぜひ購入して体験してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。